亡くなった芸能人の死因の謎。芸能人の訃報には驚きとショックがつきものです。華やかな芸能界ですが、思ってもみない芸能人の訃報の知らせに目を疑うようなケースもあります。死亡原因が謎のままの芸能人もいます。今回はそんな謎に包まれた芸能人の訃報の原因をまとめて真相に迫ってみます。どうぞご覧ください。E.T. キング、テンさん。2014年9月、大阪府大阪市天王寺区にあるマンションの駐車場にて、車内で首を吊り、心肺停止状態のテンさんが見つかり、その後死亡が確認されました。享年35歳。第一発見者は奥さんのスピードの上原貴子さんで、遺書らしきものが発見されるが、前日まで曲作りに励むブログを更新するなど、自殺をほのめかすような言動が見られなかったことから、驚きの訃報となりました。田中実さん。人気俳優だった田中実さん。2011年4月、自宅で首を吊った状態で発見される。享年44歳。自身のブログで、下を向いて考えてる時は気持ちが沈んでいる。といった死を予感させるようなコメントが綴られていました。発見したマネージャによると、前日でも変わったところがなかったようです。人気俳優の突然の訃報にファンも驚きました。牧野田彩さん。彩子と牧野田彩さんは元アイドルで小室ファミリーの一員だったが、その後セクシー女優となる。また嵐との密会の相手としてさまざまな疑惑が取り上げられており、スキャンダルを報じられていました。そんな彼女ですが、2010年10月、都内の自宅マンション前で飛び降りた後、倒れているのを発見される。飛び降りる時に、助けて、死んでやる、などという叫びがあったといいます。また自殺前から芸能界の大物に狙われていると親しい友人に漏らしていたようです。彼女の訃報の報道後、黒い噂が絶えません。川田亜子さん。人気アナウンサーとして活躍していた川田亜子さん。2008年5月、東京都港区の海岸路上で駐車した車内で、練炭自殺の現場を発見される。享年29歳。自殺の数週間前からブログで、不眠症など悩みを書き込むことが多くなったようです。車内からは、家族に宛てた遺書も発見されています。異性関係？宗教？と報じられましたが、亡くなられてから10年、真相はまだ分かりません。飯島愛さん。超人気で辛口芸能人だった飯島愛さん。2008年12月、都内自宅にて死後1週間ほど経った状態で死亡しているのが発見される。享年36歳。死亡は肺炎だと報道されましたが、未だに様々な憶測を呼んでいます。華やかな反面、様々な軋轢のある芸能界。その幅は歌手、アイドルから俳優、アナウンサーまで、闇が濃い分光り輝ける芸能界を象徴していますね。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。